エチオピア航空702便ハイジャック事件とは、2014年2月17日に、アディスアベバボレ国際空港から、ローマフィミチーノ空港経由で、ミラノマルペンサ国際空港まで飛行する予定であった、エチオピア航空のボーイング 767-300ER がアディスアベバからローマに向かう途中で、非武装の副装重視によってハジャックされた事件である。同期は、 ジュネーブ・コアントラン国際空港に着陸した。乗客、乗員202名全員は無事だった。エチオピア航空702便は2014年2月17日午前0時30分にエチオピア・アディス・アベバのボーレ国際空港から出発した。飛行機のトランスポンダはスーダン上空を北へ飛行している際にハイジャックを表す国際コードである7500を発した。 機長がトイレに行くためコックピットを出た時に副操縦士がコックピットのドアをロックし飛行を継続させた。フライトはミラノのマルペンサ国際空港に到着する前に午前4時40分にイタリア、ローマのフィーミチーノ空港に寄る予定だった。しかし飛行機はスイスのジュネーブまで飛び副操縦士は 自分自身が政治亡命をすることを試み、彼をエチオピアに引き渡さないという保証が得られるまで、ジュネーブ・コアントラン国際空港の航空交通管制と更新しながら数分間旋回した。午前6時2分エンジンが一気フレームアウトし、燃料の残量があと10分ほどになった時点で飛行機はジュネーブ・コアントラン国際空港に着陸した。飛行機をハイジャックした。 副操縦士はコックピットの窓から外へロープを投げて振り、彼が自身をハイジャック犯だと認めたところで警察に連行された。空港は直ちに閉鎖された。乗客、乗員に負傷者はいなかった。この便はそれぞれの国の領空を飛行する間、イタリア空軍のユーロファイター対風海やフランス空軍のミラージュの戦闘機にエスコートされた。スイス空軍は事件が 通常業務時間外に起こったため応じなかった。スイス空軍の代表者によると空軍基地は夜間や週末には閉鎖されているためスイスは介入することができない。経費と配置の問題だと述べた。スイスは正常勤務時間外の領空の警備は周辺諸国に頼っている。フランス空軍はスイス領空での危険な飛行をエスコートするための許可を得ていたが、 スイス上空で飛行機を撃墜する権限はない。702便のハイジャッカーは、同便に乗務する31歳の副操縦士だった。飛行機の着陸後、彼はコックピットの窓から外へロープを投げて飛行機を脱出した。彼はスイス当局に逮捕された。スイス政府当局は、テイガンに20年以内の実刑判決が下される。 可能性のある容疑を課せられることを発表した。ありがとうございます。